です。よろしくお願いします。はい、今日はどうしましたか。今日は お父さんが私のことどれぐらい知っているのか検定したいと思います。なるほどなるほど。リサちゃんがクイズを出してお父さんがそれに答えるということでよろしいですか。惜しい。惜しいの。惜しい。惜しい。第1問始まっちゃった。私の好きな色は何でしょうか。リサちゃんの好きな色、昔は水色とか好きでしたよね。もうだいぶ大きくなりましたので黄色。惜しい。惜しい。正解はイエローサブマリンでした。ほぼ正解だよそれ。うわ、絶対わかんないわそれ。この色は赤、青、黄色混ぜた色です。絶対違う絶対違う絶対違う。それは惜しい。惜しくない惜しくない、何も惜しくない。第2問。私の座右の銘は何でしょうか。リサちゃんの座右の銘、もうそういうのも考えるようになってきたんですかね。結構努力家なので、七転び八起きとかですかね。惜しい。惜しい。正解は生みの親よりも育ての親でした。複雑だよ複雑。どういうことなのそれ。どういうことお父さん生みの親でもあり育ての親のはずなんだけども。惜しい。それ困るんだよそれ。それ惜しかったら困るんよ。じゃあ最後の問題。もう最後の問題。私がお父さんに直してほしいところはどこでしょうか。直してほしいところ、今いろいろありそうだけどちょっと分かんないです。答え教えてください。答えはお父さんが無理して頑張りすぎなところです。わお、うちの娘かわいいでしょ。どうもありがとうございました。